おはよう。おはよう。うわ、なんか久しぶりな気がする。多分マッスルメモリー的には1ヶ月くらい。マッスルメモリーってなんだ。初めて聞くな。っていうか俺自身も何の鍵持ってるかももうさっぱりわかんねえし。あー、そういえばお前鍵持ってたな。もう俺体の動かし方忘れたぞ。おい、お前ら起きろ。で、一旦集合するか。かわいい。今回ここに新しく来た囚人を迎えた。なんか可愛い子来てる。可愛い子。どこ？可愛い。第一囚人。可愛いって言わないでください。第一囚人ってどこだっけ？見ないでください。まず、マジで覚えてるぞ。開けてくれ。おりゃ開けてくれ。近いですよ。知らない外国人みたいのがいる。外国人じゃないです。知り合いじゃないのか。あまり見ないでください。あれ外国人いる。見られるのあんま得意じゃない。開けてくれよこっち。開けてくれ。どこに？なんか騒いでますよ。じゃあ自分の番号の前に立て。お前ら。お前誰だてめえお前。僕は全然知らない外国人いるぞ。外国人じゃないですって。俺ら反映するの忘れちゃった。ちょっと待ってて。可愛いだろう。外国人だろう。お目目がパチリ。いや外国人。適当なことを。抜かしましたね。え、そんなことしたの？ただこの髪が短くなった。うわ、外国人が全然知らない。誰だお前みたいなもじゃもじゃったの知らねえぞ。今回新しく収監されるニコイキだ。今回、はい、こいつの罪は前髪切らなすぎて拘束違反罪だ。あるんだ拘束違反とか。アイデンティティですよ。だってこれ僕の。頭髪検査に引っかかりすぎて犯罪になった。じゃあお前その計で残り10日だ。あ、意外とあの、え、10日でどうなるんですか。死刑。うわ、短。死んでも切らないです。ここは短くねえか。俺たち26だよな。うん、いやでも僕余罪もあるんで。何が長すぎだろ。え、あの余罪なんだよ。店のかっぱえびせん全部買い占めた罪もあるんで。あ、それは大罪だ。そう、それはやらかしてんだお前。そう、まあそれも追加して10日だ。だからなるほどな。まあニコは8番でいいかな。8番。はい、うん、ということでこの、まあ、いないメンバーガガマルチグリはまた療養中だ。ガガマルはそうだよな。なんか落ちてし、なぜか骨が折れた。あいつ骨折したんだもんな。朝見に行ったら床に叩きつけられたような跡があった。上の隣の場所か。迷路あるじゃんか。ロッククライミング中。死んでないだけすごいよな。命綱なしでロッククライミングしてたんだよ。なんでロッククライミングしてんだ。お前ら捕まってんだぞ。 あいつ野生児だから。まぁ、あ、ちょっとK も日数も減らしとこう。あいつのこと。うわマジか、かわいそう。なんか特待生か。俺だけ言うとすごいいい響きなんですけどね。まあ日数減ったら死刑になるからな、みんな。ここにそうなんですよね。ああ、ニコ別に行かなくていいからな。中入んなくていいからな。うん、ああ、そうなんですか。カバの前に立っとけ。あ、ここですか。ああ、じゃあこの5人で今回刑務作業とかをしてもらう。ああ、まあ、あの先輩に従ってやるより。あ、どうだ。よろしくお願いします。見ないでください。あまり視線を集められるのあんま好きじゃない。好きじゃないって言ってるじゃないですか。俺たちが後輩ってことだよな。だから好きじゃないって言ってるじゃないですか。よろしくね先輩。よろしくな先輩。よろしくな先輩。じゃあとりあえずお前ら刑務作業してもらう。はい、お前の方が日数が少ないってことはそういうことだろ。そうみたいです。先輩じゃないだろ、後輩だろ。日数の少ない後輩だな。僕後輩ですよね。そうだ。あ、後輩なんだ。皆さん先輩ですよね。あ、俺たちが先輩ってことか。そうだ、もともといたやつじゃないぞ。僕偉くなったかなと思って今ちょっと。ここの扉の時嬉しくなっちゃったか。嬉しくなっちゃったね。イサギ、お前に鍵を全部渡してたが、今回返してもらう。え、あれそうなの。ああ、だからこのボックスの中に入れてくれ。あ、よ樽の中に。今日は農場を進めてもらうんだと。あと種を用意した。ああ、牧場と農場を進めてくれ。じゃあとりあえずまた10分ぐらいしたら見に来るから、それまでは現場作業するように。すいません、何のこっちゃ、わけわからんのです。それはあの先輩に聞いてくれ。あ、どこにいるんだ。だから俺たち囚人はここでいろいろ作業しなきゃいけないんだよ。例えば家畜を増やすだったりとか。例えば、あ、僕ここがいいです。まあ10分ぐらいしたらまた戻ってくるからな。僕もう、あ、それまで真面目にやっとけ。なんか釣り好きそう、すごく。一生釣りがいいです。釣りの知識なら何でもありますよ。まあ、要は刑務所で使う資材をここで集めるんだな俺たち。ちゃんとあれ、やばい、やった。国神が豚さん逃がしてる。
ちょ、バチラ、バチラ餌持ってきてくれ。何やってんだよ。バチラ餌持ってきてくれ。ガレンゾ天数。何も釣れない。ここの釣り堀、なかなか釣れねえから。ここだけの話、魚以外釣れたりするんですか？魚以外も釣れる。釣れる。せっかく皆さんがいるので、いろいろ教えてもらわないと。農場を進める、そういうことですね。そう、農場はこうやって普通に種を植えていってって感じだな。あれ、どうやって収穫するんですか、これ。あ、これは普通にクワがあると思うんだけど。あ、そうだ。ライチ、お前あの、ツルハシ持ってるよな。ああ、木のツルハシあるぞ。ちょっと、こっち来いよ。でもその木のツルハシっていけるって言ってたっけ。いけなかったんじゃなかったっけ。ライチのツルハシいけるだろ。これいけるだろ、ライチ。これちょっと集めるか。お、いけるぞ。いける、よし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 、きた。よし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 、これどこ。きたきた。激アツじゃねえか、これ。戻さなくてもいいの。もっと戻せねえだろ。戻せないから。いや、元は戻せねえからな。あ、ニコ、ちなみに俺たちは今こうやって刑務作業をするのはいいんだけど、はい、それ以外に脱獄を目指してるんだよ。あ、そうなんですね。正直意味のわからん罪着せられてここにいるわけだから。刻んでるビート。あ、でもまあ僕のカッパエビ戦結構重罪かなと思ってたんで。いやいや、じゃあ俺のラップ聞いてちょう。バチラ、バチバチ卵。バチバチ卵。いや、種はどうやって植えるんですか。これさ、ライチもビート刻んでみよう。俺の名前はライチ、ずっとされている監視、ビートはいい感じ、イエーイ。すごい、なんか盛り上がってますね。うるせえな、うるせえな。お、ニワトリと戯れてて。あ、バカバカ、こっち来い。ダメですよ、デチャ。戻ってこい、戻ってこい。ダメですよ。あ、戻ってこい、戻ってこい。困ります、お客様。これ他にないのか、お客様。オッケー、シューで。はい、オッケー、ナイス。これニコな。はい。これ探索しながらだな。なわけのわかんないアイテムとか拾えるんだよ。わけのわかんないアイテム。ここの釣りとかで釣れるものがもしかしたら。わけわかんないアイテムかもしれないんですか。わけわかんないアイテムかもしれない。もう脱獄で使えるアイテムかもしれない。ちょっと絵にならないですけどね。10個釣るまでは釣ってみようと思います。あ、ちなみにこれあれだぞ。あの、釣れる魚の分だけ報酬ももらえるから。あ、しっかり頑張った方がいい。そうなんですね。そう、ゲーム作業もちょっと意味があるからな。ダリアって言ってな。結構お金をもらえるんだ。その貨幣を使って脱獄をするためのアイテムを変えたりすることができるから。で、そのダリアがこの刑務作業の内容によって決まったりする。脱獄に命かけてますね、皆さん。いや、まあ、当たり前だ。それはな、信じまうからな。命かかってるよ。え、おい、お前。いや、だからこうやって増えていった鶏を倒して食料にするんだろ。そういう作業じゃなかったか。お前話聞いてねえの。お前怖えよ。じゃあ言えよ。いやいやいや、そういう話だったろな。お前最初からここの囚人だったろうが。え、釣れない。ラグくて釣れない。僕反射神経おじいちゃんかもしれないです。なんか本ゲットしたぞ。本、中央監視塔の中にある掃除用具がある用具室だが、なぜか初見台。各に見るで初見台。同僚の話によると、何でもいいから本をそこに置くと何かが起こる。おお、まあ何でもいいとは言っても、その時に本読みたくなくても、この本と羽ペンを置けばいいと思う。何が起こるかわからん。俺は触らないでおく。本と羽ペンを置けばいい。羽ペンってでもないよね。ないよな。なんか召喚できそうですね。中央の監視塔らしいぞ。あ、これ入れないわ。皆さん、この釣りすごいですよ。魚がかかる前に竿を引かないと魚釣れないです。ラグいからな。魚が釣れたから竿を引くんじゃなくて、竿を引くから魚が釣れるんじゃなくて、魚が釣れたから竿を引く。ん？なんでもないです。なんだろ、ここ。こんがらがりすぎだろ。お前ら、ゲーム作業終わりだ。成果を見せろ。終わり、早っ。見てください、この初めての作業は。じゃあ、成果をこのチェスト、下の方に入れてくれ。入れますよ。下の方に入れよう。はい。今回の成果報酬。弓を釣ったのか。ここにこれとこれ。弓釣りましたね。うん。宝ですね。まあ、本来この弓は使わないが、まあ、ちゃんと提出したってことで、まあ、評価してやる。これ泥レンガの。あ、ちょ。レンガ作った。レンガ作ってんじゃねえよ。泥レンガのレンガ作ってんじゃねえよ。レンガ作った。あと板材、板材64個。お、すごい。これは人参作った。この時間で、うん、俺卵、お前は何をしてたんだ。
俺これすごいピカピカに磨いたからこれすごい綺麗な人で金の人間。成果報告薄すぎだろ。今回そんなに成果ないなお前。いや前回に比べれば。だってリンちゃんが早く来るんだもん。いやつうかそもそもリンお前種少ねえわ。もっと欲しいって。種少なかったか。なあ。釣り竿に宝釣りと修繕と入れ食いつけてもらっていいですか。いやなんか入れるわけねえだ。詳しいな。やったことあるのかこういう釣り竿を使った。いや僕もう前世釣り竿だったんで。前世が釣り竿。前世が釣り竿なの。釣り師じゃなくて釣り竿なんだなお前。まあでも今回ニコが弓を提出したことはちょっと評価してやろう。今回取ったものを持って食堂に運んでくれ。持って。あよ。あれがじゃ。あ、僕の小麦。あ。小麦は多分全部揃ってるからな。結果的に全部同じところに行くから意味ねえから。そうなんですね。あ、その後は昼食だ。弱肉強食にあったかと思いました今。いや違う。ご飯。飯だ。ここに置いて。魚入れていいんですかこれ。タラとかそういったやつはこの中に入れるかな。あ、入れますよじゃあ。あ。で。ここのボタンを押したら転送。いや、熱帯魚は食えねえから。あ、行っちゃった。あ、行っちゃった。熱帯魚食えねえから。卵も入ってたよ。これなんか不調なんだよな。なんでこれだ。故障中なんだ。ここのセンサーが不調なんだずっと。次回からちょっとここの入り口を修理するから出入り禁止にする。え、じゃあ兼務作業もうしないよ。兼務作業なくなるじゃないか。兼務作業は別の入り口から別よ別よ別な別の入り口から誘導するから。別って言った今日神気味だな。黙れ。あんまやと減らされるぞ。もう俺お前らより4日すでに作れんだよ。リコは残り10日だからな。昼食だからお前らが取ったものを調理してもらう。今回当番やりたいやついるか。はいはい。目と目が合う。じゃあバチラーに俺が作るスーパースペシャル怪物料理。イサギくんなんで見たんですか一瞬僕のこと。いや、なんもねえなもんね。あれういみんな楽しみにしてて俺の怪物オムライス。しっかり作れるんだろうな。バッチリバッチリ楽しみだな。俺の中の怪物が言ってる。じゃあバチラにはオレンジの鍵を渡して。じゃあバチラこれやるよ。じゃあ調理終わったら横の監修のところにも送っといてくれ。あよ。おいニコ来てみろよこっち。どこですか。どこいんだ。とりあえずあこっち来てみろよ。登れるとこあるんだよここ。え？ここ登れんだよ。あ、いけないことを教えるんですね僕に。僕はそんなノコノコと行くわけないじゃないですか。行ってるから。ノコノコついてきてんな。ノコノコとすごい悪ガキの遊びじゃないですかこれ。おい、見てみろ、クリカミ、ここまで来れたぞ。なんでお前そんな行けんの。おべ、俺ちょっと足早すぎて。あ、ちょっと行って、行って。ニコー、お前ら食料いられの。いります、います。あ、痛い、痛い、死んだ。え、死んだ。え、痛い、やめてください。これ卵。いや、卵痛いですよ。卵を大事にしろって。卵痛いです、面白すぎだろ。3回くらいぶつけられましたけど。食べさせてあげようかなと思って。ごめんね、ニコッチ、これあげる。この、ここの作業棟から来た食材っていうのは俺らが今まで貯めたご飯。へえ。じゃあこれを調理していくんですね、そうそう毎回。うるせえな。お前それバカ馬の時にしか出ないだろ、そんな声。バカ馬の時にしか出ないって絶対それ。いや、これライチの前だ。俺そんなんじゃないもん。モンジがやるライチの前。朝日は昇る。絶対ニコくんにそんな声出ないっしょ。じゃあ行くよ。あ、待って、音の調整してる。ごめん。遅せえよ。ポケモンの話してる暇があるんなら。え、違う、みんな撮影の時声でかくなるからよ。スイッチ入るから。